で、モルフベックを一緒に聞く回、第2回の後編ですね。歌物編の、はい、後編をやっていこうと思います。前回はですね、ティオが歌う曲っていうのをちょっと3曲紹介したので、ここからちょっとティオ以外の曲を聴いていこうと思います。はい。で、私が、今紹介する曲は、思わずガッツポーズしたくなる曲、ジョイルシック作曲のランディングアウェイを紹介していこうと思います。おー、はい。お願いします。はい、じゃあ再生しましょう。はい。ガッツポーズしたくなる。うん、見てないとわかんないね。曲だけじゃ聞いてもわかんない。これはですね、素晴らしいゲストミュージシャンが2人入っておりまして、その2人をアサインするために、あえてジャックは演奏してないんですよね。このドラムの今の、ジェームス・ギャドソンとこのギターのディビッド・T・ウォーカー。もう黄金期のソウルを支えた2人が、スーパーゲストが、レジェンドが参加してる。あのね、ジェームス・ギャドソン、ただいま御年81歳でございます。おー、すげえ。今現在ね、今現在。ちょっとディビティは年齢わかんないけど、まだ、今は。すごいね。いや、この人、本当にいろんな録音参加してて、うん。僕、こんな人呼べたなって思うんですけど、僕はすごいね、本当に古典的なソウルを再現したような感じになって。うん、静かに演奏してくれてる感じですね。結局もこの鍵盤、さっきサックスも弾いてた、ジョイルシックのものでして、ね。あ、そうなんだ。そうそう、作曲ジョイルシックです。すべてね、ジャックね、参加してないけど、もうなんかちょっともうね、ほんとセッション的に録音されてるので、ジャックはちょっとこう、後から来たミュージシャンにこう、なんていうの、指示というか、する役をして、そうそうそう。なので、ジェームズ・ギャドソンがすごいジャックのを見てるんですよ、だけど。ああ、なるほど。ね、ちょっとね、いろいろかぶせて、こう、多分古い音を作ってるんだと思うんですけど。うんうん、コーラスはね、ヒュー・タントマンがやってまして。あと、ビューティフルゲームでもゲストで参加してた、この、チェロの、名前忘れましたが、参加してます。ジョイね、声いいですね。ジョイズシックは、ミシガン大学からのみんなの友達で、当時からもうずっと一緒にやってて、結構よくゴルフに参加してて、歌も良くて、鍵盤も上手くて、イケメンで、なんなんだこの人はっていう。ディビティね、全然弾いたように見て、すごいね、いいおかずとかを弾いてて、本当に素晴らしい。もう一発でもうデビティって分かる音色ですよね。分かるよね。音色とフレーズと。ね、そう。意外ですね。ね、デビティもその、ジェームス・ギャドソンも全然曲を邪魔してなくて、本当にその、もうね、一緒に支えて作るっていう役割を果たしていて、すごいいいセッションだなって思います、聴いてて。こんなレジェンドに囲まれて、ジョーはすごい姿勢で弾いてますね。本当ね、そう。ちょっとね、ジェームズ・ギャドソンもちょっとカメラを気にしちゃうっていうか慣れてないから、多分こういう撮影方法にあ、バスドラがすごい薄い。てかバスドラじゃないじゃん、気づかなかった。あ、本当ですか。スネーかなんかバスドラにしてる。すごいな。この人バランスボイスだってね。そう、バランス、そうそう。変な椅子に座るのがみんな好きだよね。まあ、多分相手だと思うけどさ。いやー、リビティ超真剣。リビティこの時すでにもう、前にも参加してて、アルバムに。2回目の参加で、ね、ちゃんとボルフのこと聞いてくれてるんだなってのもすごく嬉しい。いやー、いいね。名曲ですね。名曲だよね。僕が前半で紹介した Love is a Beautiful Thing と同じスタジオで録音してますね。ジャックが嬉しそうでね。ね、この2人を呼んだのはジャックだから、もう本当レジェンドに囲まれて、うん、夢が叶った感じですかね。いや、嬉しくてしょうがないと思いますよ、本当に。
それでしかサックスも吹くのね、オーバーダビー。あー、素晴らしい。最後に、イエーイ、ちゃんとガッツポーズをして終わるっていう。あ、そういうことか。そう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 。そういう、あのね、この曲は、だから、もちろんただのバラードっていう感じでも聞けるんだけど、実はそういうジャックがヒーローを呼んで、なんてのもう、ね、こんな素晴らしいイベントで撮ったっていうのを紹介してる PV でもあるので、ちょっとね、聞くとすごい、じゃテンション上がっちゃって、PV 見ると。確かにちょっとこういう。映像を見ながら聞くのと、うん、ただ聞くのってちょっと違います、印象が。全然印象違いますよね、これね。うん、本当に。いや、ぜひちょっとこれは PV を本当に見てない方はしっかりと見ていただきたいなと思いましてですね。はい。というランニングアウェイでした。この曲、さっきからまあ、ジョイ・ドゥシック作曲、作曲って言ってますけど、作曲されたのは結構実は前の話で、ちょっとそこのところも紹介していこうと思います。はい、2012年の段階ですでに、録音されておりまして、録画もされてるんですね。あの、このサムネはそもそもボルフ的なんですけど、あの、再生すればわかるんですけど、うん、ジャックが編集全部やってて演奏もしております。うん、ジャックとティロですね。ジャックドラムで、ティロがベース弾いてます。もうこの頃から全く曲の内容は変わらずに、やってまして、そうですね、結構完成されてますね。そう、だから大学君友達と有名になる前にこうやって全く有名になる前の時にやってた曲を、何年後 ?5 年後にあんなジェームス・ギャドソンとリビティを呼んで一緒にやりましたよっていうのがさっきの PV なんですよ。なるほど。そう、そのね、やっぱ歴史の流れを考えると、さっきのジャックの最後のガッツポーズはすごいね、意味がわかるなっていうふうに思いますね。なるほど。はい。という、ランニングアウェイの紹介でございました。はい。はい。じゃあ次、モッチーくんが紹介してくれる曲は何でしょうか。はい。Wait for the moment です。はい。この曲は。先ほどは、サザンオールスターズみたい。あ、それがね、ああ、なるほど。はい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 。確かにそうかも。ちょっと理由は後でお話しますね。あ、OK。じゃあちょっと再生していきます。ちょっと、初めがちょっとね、面白いんで、少しだけ解説をしますね。はい。これ初め、ジャックがね、アントマン・スタンレーの説明してるように思えて、なんかね、病院の先生であるアントマン・スタンレーに、君は歌が上手いから歌ってよって誘ったら、数年後にメールが来て、今回やっとずっとコラボレーションが実現したんだっていう、全部嘘で、これ話。完全に嘘なんですか。完全に嘘で、そのね、はじめドイツ人のバンドだっていうふうにごまかしてたジャックとかの性格がここに現れてる感じなんですけど。はい、アントマン・スタンレーの曲ですね、これは。いや、いいグルーヴですね。ね。アントワンがジャックだけテンションが違うっていう、ね、それはね、アントワンが初めてウォルフペックで歌った曲ですね、2013年。あ、そうなんですか。はい、そうなんです。だからまあね、さっきね、紹介になってるわけですけど、ちょっとだけ。あ、そういうことか。好きながら、もうこの曲はずっとこの同じコード進行で構成されてるんですよね。この8小節ですかね、はいはい、8小節後ずっと展開が全然なくて、そのコード進行的には。そうなんだ。超ミニマルなのね、これ。まさにミニマルですね。発想ですね。このメロディーがいろいろ動いてて、なんかあんまこう決まったメロディーじゃない感じなんですけど、ジャックが弾いてるこうリフ、LP のリフですね、これがずっと一緒なんですよね、うんうんうん、なるほど。だからすごいこうまとまってきて超えるんじゃないかなって思いますね。いやー、なるほど、気づかなかった。ウッディが意外と太ってるな。そうです、なんかパジャマみたいな T シャツなんかむっちりしてるウッディが。あのさ、発想説展開で曲をずっと進めたいっていうのは、あのスライの If You Want Me To Stay が好きなジャック、あれも発想説の曲だよね。なるほど。のところから来てると思われる。いやー、なるほどね。そうか、そう言われると確かに、あのウッディのこのオルガンの感じもちょっとスライっぽいかもしれない。あ、
本当だね、この音速とか、うん、確かにオルガンでこう彩る感じがね、かもしれない。確かに。そうか、このベースとグルーヴもそうですね。ドゥッドゥッドゥッって。本当だよね。言われてみたら、うん、かなり意識してるかもしれないですね。いやーなるほどね。ああなるほど。じゃあ引かないのか。ここ退屈そうなんですよ。アップにしてみるっていうね。意外と何もしないって。意外と何もしないっていう。この辺からこう歌が盛り上がってる。ずっとリフは一緒なんですよね。なるほどね。あのさ、この曲さ、まあ弾くとソウルなんだけど、歌詞がちょっと現代的というか、少し要は昔のだからなんだろうな、単純なあのソウルの感じじゃなくて、割と現代のポップスに近い歌詞を歌ってて、ちょっとなんていうの、少しこう。なんだろうな、ちょっとまあ本当に目線がつうのかな、リアルというかって感じになってて、そうだから、まあ、ちょっと作詞が誰かは分かんないんだけど、そういう点ではなんていうの、一応現代の曲って感じになってて、あ、なるほど、バランスもね面白いんだよこの曲。うーん、チャック。いいですね、なんかディズニーみたい。ああいや素晴らしい曲ですね、はい、いやーね、いやいいね。はい、じゃあ本日私が最後に紹介する動画に行こうと思います。最後に紹介する動画は、はい、友情っていいなって思う曲、ボルクベックのポインシアナを聴いていこうと思います。どーん、はい、はい、これですね、あの2015年に一度録画されていたんですけど、今回めでたく今年2020年の、ボルフのアルバムに入ることが決まりましてですね、歌詞が入った動画が新しくアップされました。うんうん、これあの4人で、すでに録音されたトークボックス用の音を、あのトークボックスの音を口に入れて声出してる。で実際あの演奏してるのはティオのベースだけ、あとみんな口にくわえてトークボックスで喋ってるだけっていう感じで、あとなんかリズムマシンも入ってますかね。あ、そっか。あとリズムマシンですね。あのね、カバー曲なので当時はね、入んなかったと思うんですよね。アルバムには。カバーを入れないっていうポリシーがあって。ちょっとこの辺に関しては私が書いてるノートの、どこよりも詳しいボルフテックの中で紹介をちゃんとするので、そこを、今後アップします。はい。超楽しそう。いや、これね、だから要は、大学の友人4人が、ふざけてやってるっていうのがすごいわかる動画で、顔とかね。いやー、ほら、我々もそうだけど、大学の友達ってね、いいなってすげえ思うわけですよ。これを見ると。本当に。ああ、なるほど。そう、なんかこの動画、ウッディがすごい弾けてますよね。超弾けてるよね。こんな、いや、演奏してないか、演奏ストレスから回復されてるからかな、こんな楽しそうなウッディ珍しい。あのね、バードウォッチングしてる時のウッディに匹敵する顔しててなかなか見れないこの顔、超楽しそう。いやいいね。みんな若いね。結構これボルフペックをこう聞き始めて初期の頃に、うん、このまあ、元の動画を見てたんですけど、やっぱすごい衝撃的でしたね、この全員がこのボコーダーでアカペラっぽいのでやってるのは、ね、顔芸もすごくて、いやー、ほんとこの、お、はい、という、曲でしてですね、これは、さっきもちょっと喋ったんですけど、カバー曲なんですよね、これね、実は。ちょっとそのちょっと元ネタをちょっとだけ紹介しようと思います。はい。はい、ポインシアナ、はい、この曲は実はですね、すっごい古い曲で、あの昔、はるか昔に、フォーフレッシュメンっていうコーラスグループがすごく有名にした曲でした。
このバージョンをまんま真似してて、それを聞いていきましょう。そうだ。あの4人のコーラスによる曲で、まんまこれをあの音とか歌い方まんま真似してるだけなんですよ。一緒ですね。一緒一緒一緒、単純にこれをボコーダーでやりましょうっていうアレンジ。ああ、そういうことだったんだ。あともう一個あって、アーマッド・ジャマルの方の録音のこのイントロのドラム、これ、今のこのドラムをとさっきのコーラスグループの両方をくっつけたのがボルフのポネシャナなんですよ。そう、とってもすごい有名なバージョンで、ちゃんとジャックのインタビューでその両方を組み合わせたってことを喋ってて、へー、そう、その辺全部ちゃんと記事にしますのでお楽しみにしていてください。あ、マニアックですね。はい、というわけで、今回は、ボルフペッコ一緒に聞く会第2回目、ボーカル歌物編でございました。よかったら、皆さんの好きな曲を、はい、コメント欄に書いてみてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。では、また次もよかったら見てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。